はいどうもレインチャンネルですちょっと今回も強風でもしかしたら窓ガラスのちょっと揺れる音とか風の音が入っちゃうかもしれないですけどちょっとそこはご了承いただければっていうふうに思いますでね今新年ようやく初の僕撮影なんですけどちょっと久々の撮影になるんですけどもうなんか髪の色とかもだいぶ変わってきちゃったんですけど ままやっっててこううかなっていいううに思いますで今回やりたいのは2020年の春夏ってもう結構出始めたりとか入荷したりとかもしてると思うんですけどまあそんな中で結構いろんなブランドのまあ画像だったりとかそういうのを結構見たんですけどルックブックとかそういうのも結構見てきたんですけどまあ、ちょっとハイブラとかインポートのものはちょっと全然見てないんですけどドメスの2020春夏で結構よく見かけるなって思うアイテム をちょっと見つけましてそれのコーディネートの仕方についてちょっと考えてみたいなっていうふうに思いますまあなんてことない動画なんですけど 僕自体もちょっとコーディネートこれ悩むなって思うようなアイテムだったんで今回はそれをやっていこうかなっていうふうに思いますまあ、主にはトーク系ですねなんかアイテムのなんかこのブランドのこれいいですよとかそういう感じの説明じゃなくって2020春夏によく見かけるアイテムをちょっとこんなアイテムが結構見かけるけどコーディネートどうしようみたいな話をしていこうかなっていうふうに思います。 今回やりたいのは2020年の春夏によく見かけるアイテムの考察をやっていこうかなというふうに思います。まあ、考察っていうほど偉そうなことはやっていかないんですけど、まあ2020年それ何が目立つかって言ったらフレアパンツなんですよ。結構いろんなブランドでフレアパンツ、まあ秋冬、2019の秋冬でもうかなり出てたんですけど、春夏になって結構さらに目立つようになってきたなと思って でそのフレアパンツのちょっと話をしてこうかなっていうふうに思いますフレアパンツの流行自体って僕の世代だと多分通ってきてない世代だと思うんですよおそらく僕は今33歳なんですけどそれだと多分通ってきてない世代で多分フレアパンツの世代ってもっと上の世代だと思うんですよ30代後半とか下手したら40代とかの人たちの世代なんじゃない かなって思うんですよねフレアパンツとかはブーツカットは結構その akm とか wjk とかが全盛期の時に結構かなりこう人気があったんですよそのブーツカットにブーツ合わせるみたいなスタイリングがかなり akm とか wjk とかあの辺が人気ある時はかなり 集中して人気あったところなんですけどこのフレアパンツっていうのはまた全然ちょっと司令塔で違いまして僕自体は履いたこともないしモード系のブランドでその展開しているのとかは結構あるんですけどっていうか試着もしたことないですしなかなか難しいアイテムだなっていうふうにずっと思ってたんですけど結構去年の秋冬から今年の春夏アイテム的にはかなりいろんなブランドがフレアパンツ出してるんでまあなんか。 一つのトレンドアイテムじゃないですけど一つの今年の春夏のキーアイテムになるのかなっていう印象なんですよね。 まあそんな中でまあ、僕も履いたことないですしまあこの動画を通してなんかこんなコーディネートだったらいいのかなっていう話をしてければなっていうふうに思いますでちょっと分かりやすいようにちょっと画像を出しますであくまでも参考画像なのでこのブランドのこれがいいって言ってるわけじゃないですよあくまでも参考画像として出します参考画像こちらになりますちょっと黒がいいかなって思ったんですけどちょっと分かりやすいようにグレーにちょっとしましたこう見た通りシルエットも独特なんですよね ここ最近の主流でいえばテーパードがかかったパンツとか、まあ、アンクルパンツとかあとワイトパンツとかまあ大体この3つぐらいが主流だったと思うんですよね。 あとは好きな人はサレールとかだったと思いますけど全然まあその辺のパンツとは違くなってくると思うんですよねテーパードがかかったパンツっていうのは膝から下にかけてこうギュッと細くなるようなパンツですしワイドパンツはもう皆さんご存知の通りこりストンと下に落ちるようなストレートなシルエットになってると思いますしアンクルパンツっていうのはまあまあ大体くるぶしぐらいの丈のパンツじゃないですか、まあ、どれをとってもこのフレアパンツっていうのは全然違う印象になってくると思うんですよねまあ、違う印象になる ってことはイコールまあ合わわせ方もかなり変わってくるとは思うんですよね個人的には多分僕は買わないんじゃないかなって思うんですけどなんかフレアパンツのコーディネートってあんまりなんか好みじゃないなと思ってて僕個人の感想としてはフレアパンツあんま好きじゃないなっていう印象なんですけどだったらブーツカットの方がいい っていう風に僕は思ってるんでまあフレアパンツは僕は多分買わないと思うんですけどもしフレアパンツ気にしてるよとか挑戦したいよって思う人であれば多分フレアパンツで一番簡単に合わせられるシューズっておそらくブーツだと思います多分スニーカーで合わせるってなると多分ここ最近の主流であるナイキとかみたいなスニーカーってちょっと合わせづらくなってくると思います結構あの辺で合わせるとトップスが難しくな てくるんんじゃなないいかなっていうふうに思うんですよね、まあ、ブーツカットでも多分同じなんですけどブーツカットで例えばナイキのジョーダンワンとかってちょっとスタイリング組むのちょっと難しいと思うんですよねトップスかなり気遣う感じだと思うんですよでトップスを変えないでフレアパンツだけ取り込んでくってなるとやっぱシューズを変えるしかないんでそのシューズって何が生かしたらやっぱブーツさっき言ったとおりブーツがいいんじゃないかなっていうふうに思います。 まあブーツがな何でいいのかっていうとまずヒールがあることと、まあ、シンプルなことですよね何よりも。ボリュームはあるんだけどその余計な装飾がないから。 すっと収まって見えるっていうのがまあいいのかなって思いますまあ、ブーツプラスまあ、僕この前特集ありましたけど単靴とかああいう革製品の靴がいいんじゃないかなって思いますプレーンならプレーンなほどいいんじゃないかなっていうふうに思いますねプレアパンツで多分ジョンローレンスアリバンとかもう去年とかも普通に出したと思いますけどまあ こ,こでで合わせ方で言うと結構ちょっとヒールの高めのパイソン柄のブーツとかも出てたりしましたけどまあああいうのと合わせるとまた独特の雰囲気になると思いますし今してるカジュアルな格好に持ち込むんであればなんかパイソン柄とかちょっと難しいと思うのでまあ普通のブーツプレーなブーツを合わせるとハマりやすいんじゃないかなって思いますまあ画像もこれブーツで合わせてますけどね。まあ、そんな感じで結構 まあ、スニーカーに合わせるんだったら、まあ、ローテッケーのシューズがハマりいいんじゃないかなって思います。まあ、バンズのスリッポンみたいなとか、あとは。 オーセンティックとかあとはちょっと合わせてみないと分かんないですけどまあオールドスクールとかあとはコンバースのチャクテーラーとかジャックパーセルみたいなああいうローテクなスニーカーがいいのかなって感じがしますねナイキだったらコルテツとかみたいなやつとかなんかその辺がいいのかなっていう感じはしますけどただまあちょっと今あげたジャックパーセルとかチャックテーラーちょっと合わしたい印象が全然ないんであんまり ピンときてないですけどただ昔よく古着を着てる人が乗ったストリートスナップが乗った雑誌って結構あったんですよ昔その時ってやっぱ古着だと結構フレアパンツとかってあってだそういう人はなんか履いてんのってチャック・テイラーとかジャック・パセルとかまあその辺の結構レトロなスニーカーを合わしたりしてたんですよねあとはなんか単靴だったりとかブーツっていうスタイリングをよく昔よく見かけたんですよね。まあ僕今そのイメージでで話してるんですけど なんか別に斬新なアイテムってわけじゃないんですけど今までの流行からこのフレアパンツポンって取り込むってなるとちょっと難しいアイテムなのかなっていう感じがしましたね僕はなのでまあスタイリングを考察するっていうよりはトップスをそのままなんか持ってるものを使うって考えると足元を変えるのが一番楽なスタイリングの組み方なんじゃないかなっていうのが単純に思いましたねまあこれがなんか夏物とかの半袖とかになる時期になるとまた話変わって。 ってくると思いますけど、まあサンダルとかで合わせるんだと思いますけどでもサンダルでもなんかシャワーサンダルみたいな、まあ、去年結構ポピュラーにありふれたものとかじゃなくってなんかちょっとこうグラディエーターっぽいサンダルとかだったりとかちょっと雰囲気のあるサンダルとかが多分人気があるのかなって感じがしますね。まあ、僕個人的にはビーチサンダルとか普通にかっこいいと思いますけどねフレアパンツに。 ただなまぁ、あ、何にせよフレアパンツを取り込むと結構オールドな雰囲気になるんじゃないかなとは思いますなんか80年代みたいな雰囲気にゃなるんじゃないかなっていうふうに思いますねなんでちょっと雰囲気変えるにはフレアパンツって面白いアイテムだとは思いますけどねちょっとこの まあ今真冬ですけどちょっと暖かくなってきたらまあフレアパンツに例えば柄物のシャツとか合わしてなんか結構レトロな雰囲気であの楽しんでも面白いと思いますしなんかコンバースとか履いたりとかあのバンズとか履いたりとかして合わせるの面白いですしまあ今時期で合わせるんだったらまあブーツとかかそういういいいの合わせるのが手堅なっていうふうに思まますまあ今回の動画はねなんてことない動画なんですけど結構本当にフレアパンツ いろんんなブランドでで、見かけたんでまあなんか一回動画でなんか取り上げてもいいかなと思ったんで今回フレアパンツの話をしましまた。別にこれフレアパンツをディスってるわけでもフレアパンツをものすげえ進めてるわけでもないんですけどなんかまあ履くんならこんな感じがいいんじゃないのっていう動画なんですよね単純に。 ただまあ今までの流れここ数年の流れの中で結構珍しいアイテムなんで今までのこう同じような流れずっとしばらくしてたからそれとちょっと雰囲気変あるのにフレアパンツみたいな新しいものって取り込むと面白いんじゃないかなとは思います服装の印象が一気に変わりますからねこのフレアパンツ取り込むだけでそういう意味ではなんか変化つけるには面白いんじゃないかなっていうふうに思いますそんな感じでね2020年の春夏もどんどん新作が出てきてますけどまあこういう 新しいものを目向けてみても面白いんじゃないかなと思いますでちなみになんですけど今この参考画像で使ってたやつはこれはイロコイっていうブランドのフレアパンツになってますまあ、もしよければそっちを見てもらえればと思います 一応概要欄にそれ貼っときますけどもしかしたらそのセールとかでなくなっちゃってるかもしんないんですけどもしよければ、まあ、さらに詳しい画像とかあと色濃い自体が結構フレアパンツかなり出してますんでなんか参考に見てもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、そんな感じで今回終わりにしようかなと思いますでいつもお願いしてるんですけどグッドボタンのチャンネル登録よろしくお願いします今回これで終わりにしますありがとうございました I'm sorry, but it's evident. On your phone, 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you. So...